上新電鉄250系電車は、1981年に登場した上新電鉄の通勤系電車である。上新電鉄では、モータリゼーションの進行による乗客減少に対抗して、群馬県の補助を受けつつ設備の近代化を進めていたが、その終了後に行うダイヤ改正に伴うスピードアップによって200系の 1M1T 編成では、新ダイヤに対応できなくなることから、 200系の増結お及び旧型車の置き換えのために6000型と同時に、新潟鉄工所で出波251、出百252の2両が製造された。1000型と同様の車体を持つ、全金属製20メートル級の3、扉車だが、6000系同様正面窓上部には補助前備灯を追加装備している。また両形式とは異なり柔軟な運用を行うために、 全面貫通式の両運転台車として製造され、図を解決時における連結機部分の視認性を高めるためにわずかではあるが、北総7000系のように運転台の窓が前傾している。また、当初は1000型や6000型と同じく前面には踏切事故対策のバンパーが備えられていた。車体塗装は当初、アイボリージに、膜板部にオレンジ、腰板部に、 ブラウンのラインを廃し、それらに藍色の縁取りを施した上運転台、車掌台の窓周りをオレンジ色に塗装した派手なものであった。なお2020年にデハ251が再びこの初代塗装を施されている。座席はオールロングシートであり、座席モケットは茶色をベースとした。6000型とは異なり当初比例帽車として落成したが6000型や 同様に、比例防車として落成した線型とは異なり、車内熱交換用の排気線は設置されず、空調用には扇風機のみが7台設置されていた。また、車掌の車内巡回時のドア扱いの利便性を図って3つの、内中間の客用、ドア脇には、車掌スイッチが設置されている。主制御器は6000系同様の加速度、切り替え機能付きだが、 発電制度を省略した1 c 4 m 仕様の東洋電気製造製電動カム軸式アッコフ H4100 から 781A 型を搭載する。制御段数は22段である。立候のみの制御で、主電動機2機を1組として永久直列の2群に分けて、自家並列制御及び弱め開示制御を行う。主電動機には、東洋電気製造製御、 極め付き自己通風型直流直巻電動機 TDK806-4D2 を採用した。歯車比は200型と同じ84-15であり、線形6000型と比べてやや高速運転向きに設定されているが、低速域でのトルクを重視したためか低角速度は200型はおろか、両形式よりも低い時速 40.0km に止まる。 引っ張り力は200型よりも大きい 4000kg ム毎メートルとなっている。台車は6000型と同じ住友金属工業製で軸箱指示がペデスタル式のダイレクトマウント式空気バネ台車 FS395A を採用する。基本構造は線形の FS395 と同一だが波打ち車輪の採用により軽量化が図られている。 連結器は200型と並結するために自動連結器を採用したが200系のコイルバネ台車の積空差による高さの変化に対応するために同系列のものと比較して取り付け高さを 10mm 低くしてあるブレーキ装置は200型との並結運用を行うために1980年代の心臓車としては珍しく三菱電気製元空気ダメ鑑識 自動空気ブレーキ方式を採用した。またブレーキ故障に備えて手ブレーキを装備し、操作用のハンドルは高崎側運転台の車掌席側に取り付けられている。電動発電機は200型や1000型と共通の東洋、電気製造製 TDK362A を搭載し、空気圧縮機は自社ストック品の DH-25 型を流用している。 運転席は上新電鉄の自社発注車における慣例に従って進行方向右側に配されているが主管制御機はワンハンドル式の線型や六線型とは異なり立行のみ4ノッチとした縦軸マスコンを採用した六線型とともに1981年5月20日付でデハ251、デハ252 25の2両が進行し同年内に運用を開始した これによって100系導入完了後も残存していた、デハ10系、クハ20系、クハ20系の各形式を一掃し、在来級型車の定期運用は消滅した。また、同年11月25日には近代化、事業完了後初のダイヤ改正が行われ、高崎下仁田間の所要時間は、改正前よりも10分以上短縮されることとなった。本形式は、 計画通り200系の増結に使用されたほか、炭鉱にて、同改正後の最優等種別である、急行の運用にもついた。デッハ251は1997年に区ハ303と共に、当時の在来比例防車の中で最初に、冷房化改造が行われ、バスタイプの床置き式のものが高崎側運転台の、車掌台側直後に搭載された。 デハ252は,25は2003年に屋根状に分散式冷房装置を4機搭載する形で冷房化された。また1992年付けで列車無線の取り付けが行われたほか、1996年にはワンマン化のため運転台直後の座席の撤去と整理券発行機など関連機器の設置が行われた。また本形式の特徴の一つであった可動式のバンパーは、 増解決の手間になるため撤去されたほか、車体塗装は1990年代には省力化で2両ともにシンプルなコーラルレッド一色になった。以前は製造目的にかなった増結単行車としての運用が多かったが、2004年10月16日のダイヤ改正で営業運転が2両編成で統一され、また1996年のワンマン化、準級廃止以降は、 かつてのような速達性重視の運転も行われなくなったことから現在では基本的に区派と二両編成を蘇生する。両者ともに座席モケットは赤色のものに交換されている。路線の認可最高速度より高崎下仁田間の所要時間を確定で改正前58分を48分に、快速では同48分を40分に短縮するほか、休校。 準級の新設が計画されていた。デハ200系区ハ300系の二両編成と、連結して 2M1T、もしくはデハ200型と、あるいはデハ250系同士で連結して 2M 編成を組む、ことを想定していた。連結に備えて、貫通扉に被る部分が可動式となっており、中央部で分割して、左右にそれぞれスライド開閉するようになっていた。 端子電圧七百五十ボルト、定格電流百五十 a 一時間定格出力百キロワット、定格回転数千八百六十 r p m 最弱回自立ント、上進線では九百七十三年までタブレット閉塞式を採用しており、かつ交換可能液はすべて島式ホームであるために、自社発注車はそれらの液でのタブレット交換の利便性を図って、 ホームに接する右側に運転台を配置していた。連結相手のクハ303は、同年4月。線形以来の運転台後で帯を、裾まで斜めに下ろすデザインだが、直後に、同様の塗装になった、同じ両運転台の電波205と異なり、常時連結運転を前提としているために、連結側となる、高崎側運転台では、その処理がされていない。上進。 は251がデビュー当初の塗装人に n d t r a i n n e t 2020年4月1日。ありがとうございます。